ソウル特別市都市鉄道公社6000系電車は、ソウル交通公社6号線の通勤軽電車。1999年1月から2000年11月に、かけて8行編成41本が落成し、2000年8月7日の6号線開業に、合わせて営業運転を開始した。製造メーカーは601から614、編成までが現代成功。 615から641編成が韓国鉄道車両である。車体のデザインはソウル特別市都市鉄道公社で標準のものであるが内装は竹式と若干異なる。シートは片持ち式でスタンションポールが2本設置されるなど JR 東日本209系電車に似た感じとなっている。制御装置は三菱電機製で 二レベルイグブと素子を使用した VVVF インバータ制御。現代成功の運転情報管理システム TCMS を搭載している。三菱電機が開発した JR 東日本のタイムズ、新潟トランシスのディーゼル車情報制御装置 DIX の機能と同様である。韓国の鉄道車両で使用されていた既存の TIGS を改良をして向上した。 転送速度を持つネットワークシステムを構成した。特に立候、制動指令機能を持つ ATO と連携された、車両の応答性が一層強化された。ワンマン運転時の制御機能一元化もなされている。その他にも故障診断機能、入出庫検査機能などの様々な機能が強化された。ちなみに、タイムズは、送信系統の二重化とともに転送速度の向上も可能だが、 TCMS は送信系統の二重化は可能でも伝送速度が限定される端緒を持つ。2003年の手口下鉄放火事件を契機に強化された鉄道車両の難年基準に沿って2005年までに内装材改造を完了した。この事業には高一企業株式会社が担当した座席はステンレス製のものに変更され火災警報器と 客室非常用インターホンを設置した。本系列の不燃化改造前は非常用ドアコックが扉上部にあったが、だけ式と統一するために座席下へ移設した。609編成は現代、ロテム製で韓国産発となるイグブと素子を使用した VVVF インバータを装備して試験運行を行った。しかし、回生ブレーキ効率が落ちやすく、さらに故障も多発していたことから、 2005年に既存車両と同一の三菱イグブと VVVF に改造されたソウル交通公社の編成番号は4桁の車号の内号車を意味する100の位を除く3桁で表現するありがとうございます